林文子作悪党1準急で記者は満員だった熱海から厚子は汽車に乗ったこの分だと東京は大変な雪だよと誰かが言っている熱海は朝からボタン雪が降っていた二等車の箱をずっと歩いてみたが 腰をかけるところもないほど満員で、まあこの非常時に二等車が満員だなんて。敦子は身勝手な不平を漏らしながら、とみ見列車の中を見渡していると、やがて発車のベルが鳴った。ゴトンと汽車が揺るぎ出すと、列車へ乗り込んでいた見送りの客や宿屋の番頭たちが、慌ててホームへ降りていた。 ベールを下げた帽子をかぶった洋装の女の前の席が一つ空いた。ここはどなたかいらっしゃいますんでしょうか。ベールの帽子の女は細い目をしていいえと言った。厚子はすぐその席の背中のもたれをぎーっとかわして一人でそこへ腰をかけた。ゆるく汽車が動き始めた。 ボタン雪が窓ガラスへくっついてくるくっついた雪はすぐキララのようにガラス戸へ針のような線を並べて凍りついたあつこは肩掛けやラクダのコートを脱いで網棚へあげた群青のお飯に黒いぬいもんの羽織がいかにもふっくらとして見えるあつこがあずきちりめんの手さげの中からたばこを出すと トイレットへ行く扉がガラガラと開いて、二人連れのズッキンをかぶった老けた男が入ってきた。おやおや、ここも満員だ。目のギョロッとした方の小柄な男が扉のところに突っ立って席を見渡している。もう一人の男は一人で列車の中を空席を見つけて歩いていった。子と。 目のぎょろりとした男とはふっと視線があった。おや、どちらへ?」。つ子は雪崩の前に立ちすくんだようにきゅっと肩のすぼまるような思いだった。その思いと同時に間髪を入れないですぐ長い間ためにためていた心羅万象を込めた怒りが目の前の須藤に吹き上げてきた。 どちらへふふ、<laughs> 何がどちらへなの皮膚一枚めくれば様々な表情がカメレオンのごとく青赤に光っているくせに篤子は動じない姿でいかにも堂々と畑と言い捨てたああそう大した人だなあこりゃあじゃあ 須藤は軽く帽子を頭の上でつまんで、すぐ目の前の空いているらしい狭い席へ行って、ここは空いているんですかと尋ねている。差し向かいの席へ白い着物を着た僧侶が寝転んでいたが、すぐ二人とも起きて席を開けてくれた。おい、ここが空いているよ。須藤が、 席を探しに行った連れの男を呼んでいる。男はすぐ戻ってきた。厚子は須藤と間向かいになったが、椅子の背中でお互いの額の上だけしか見えない。厚子は何ということもなく、縁なしのメガネを外した。俺はメガネをかけた女は嫌いだな。昔、厚子と須藤が、 まだ交渉のあったころ、いつか須藤がそんなことを言っていたのを、敦子は覚えていた。あんなにお互いの墓を掘るような生臭い、いやらしい別れ方をしておいて、しかももう今では二十年も歳月が過ぎているのになおかつ男の言った言葉が急に湯のように吹きこぼれてくるのは、一体どうしたことなんだろうと。 ア子は膝の上のメガネのつるを立ててみたりたたんだりして、生涯のボタン雪をじっと見ていた。須藤の方も何気なく厚子を見ているようだった。もう何の関心もないといったそぶりでもなく、またそれかといって、いまだに君のことは考えているといった弱い視線でもなく、 平地を馬上豊かに乗り回していくようなそんな何気なさで時々須藤の視線が厚子の額には感じられた。敦子は汽車がトンネルへ入ると暗いガラス窓に映る自分の顔が艶も油気もないようにパサパサに感じられた。 帯の間からコンパクトを出してそれを膝の上に置きじっと自分の顔をのぞき込んだりもしてみた。年輪のように表情のあっちこっちにしわがより柔らかい皮膚ではあったけれどもう追いつかれた絹のハンカチのようなもので光沢はあっても肉体の弾力には欲も張りもない。さて 須藤の方はどうだろう。額だけしか見えないけれど、抜け上がった広い額には、生活的な岩のようなものが、ちみどろにぶら下がっている。男の油気がギラギラ光っていた。まるで、菰かぶりの逆だるをでんと据えているようだわ。あつこはいまいましくなって、 巻きたばこに火をつけて口に加えてみた。あ子が須藤に会ったのは二十四の年だった。晩春の頃であ子が中耳炎で荒木町の病院へ通っている頃だった。お座敷を休んで有島武雄の「会員の末えなんか読んでいた。須藤は京都の男で。 財産家の養子だと聞いていたが別に誰が相手というでもなくあつこの家へ二三人連れでよく遊びに来ていた初めて会ったのは下の渡り廊下の真ん中だったが狭い中庭の鵜の花が群がるように雪か煙のように咲いていたものだ二三日たってから女中のいとこから 須藤の手紙をもらった。深海魚よ、お前はこんな広々とした海を知っているのか。水平線の向こうはしぐれだ。水平線の上は雲の舞だ。自由と無限と変化と、バルト海、カスピの海、北氷洋、インド洋。 マゼラン海峡オホーツクの海皆続いているではないか星よりもっと数多い海の水は潮さ海なり泡立ち波立ちなぎうねり水脈は乱勢に根壁に深海魚よなぜお前は 光を浴びようとしないのだ。敦子は待合の娘に生まれて、小さい時から踊りだの長唄だのと習わせられていたが、踊りや長唄よりももっと好きなのは本を読むことだった。女中のいとこが須藤に、あれがこの家の敦子かいとでも聞かれて、 文学好きな娘ですよとでも紹介したのかもしれない。こんな詩のようなものを書いた酔っ払いのような手紙をもらって、篤子はそれについては返事も出さなかったのだ。篤子は自分の家の商売が嫌いだった。芸者商売さらりとやめてと歌の文句にもあるように、 中寺園でしばらく座敷を休んでいたのを幸い、ふっつりと芸者を辞めてしまって、三鷹の下連塾に隠居している祖母の家へ転がっていった。二十四で芸者としては年間だったが、厚子は女学生紀の抜けない、サバサバした気象で、月のうち二三度は芝居見に行ったし、一人で町を歩いてくることもあった。 町を歩くときも昔の芸者姿で出かけてみたり時には三鷹村の片りの若奥様然とした姿だったり祖母はブラブラしている敦子にあきれ「お嫁さんに行くでもなし芸事をみっしりやるようでもなし本を読んでブラブラしているなんて全くもったいない話じゃないの」と小言を言う時があった。 うちの方は誰か気に入った用紙をもらってもらうの私はこのままでおばあさんみたいになるのよこないだ「かわいい女」って小説を読んであげたでしょあんな女の人になるのよ年をとって寒い時は南園でひなたぼっこしてるし暑い時は涼しい北側の窓でぼんやりしているしあきれたあっちゃんだよ 若い時は二度とはやってこないのですよ。元気を出して何でもみっしり勉強しておかないと年をとって困りますよ。だからこんなに勉強してるじゃありませんか。祖母はそれでも一人娘でたった一人の孫だったので、口ごともいつの間にか日なたの氷のようにぼそっと溶けて流れてしまう。 五月に入っておついたちの日だった。あつこが赤坂の家へ出かけていくと庭に突き出た楓の間で障子を開け広げて須藤がたった一人で足の爪を切っていた。まんざら知らない間でもないので廊下のこっちからちょっと膝をつくと須藤は鈴のついたハサミを畳に投げて「いやあ。 ずいぶん変わったじゃないの」と挨拶をした「そう変わりましたやぼったいでしょう?」手紙をもらっていたせいかあつこも気軽に答えて母の部屋へ入っていった「おお暑い」「サイダーか水ちょうだいよ」「蓮尺さん元気かい?え」ええとても元気よ この頃小歌なんかを勉強で歯の抜けた渋い歌声も粋なもんですとさへえそれはまあ大した元気だ須藤さんいつ来たの ?23 日前からそう誰相手の子はうんそれがたった一人養子も解消でサバサバしたって今度はずっと東京住まいで新聞社に勤めるんだって まあ会社へそれで新聞記者になるんですってその夜篤子は久しぶりに赤坂に泊まって須藤と二人で四谷の清へ落語を聞きに行った紀の国坂を二人はぶらぶら歩きながら「須藤さんは新聞社へお勤めになるんですって」子が。 御所の塀川を歩きながら聞いた。須藤は帽子もかぶらないセルの着流しで新しい下駄をカクンカクンと踏んづけて歩いていたが思い出したようにタバコを加え23日したらいよいよご出勤だ勤まるかどうかねあら勤まりますよ須藤さんは秀才型だからへえ秀才型と新聞記者と どういう関係があるんです ?3 須藤はやがて神田の神保町にある茶穂の二階を借りて丸の内の N 新聞社に通い始めた社会部に席があったのだそうである厚子の中耳炎は一進一退でなかなか治らなかった夏になってからもまだ包帯をしているのが 暑苦しい感じだった。六月に入ったある雨の晩、敦子は下連雀の家でぼんやりカエルの鳴く音を聞いていた。まだこの辺は田畑の多い深海地で、時々裏の川の辺りに蛍が飛んでいた。吉祥寺の林の中を抜けている流れの速い川の背音が、 耳を澄ますとそうそうと聞こえてくる。敦子は須藤と四谷の清へ行った晩のことを思い出していた。「敦子さんお客様でいらっしゃいますよ。絵画から女中が敦子を呼んでいる。おや私にかしら」。敦子が絵画へ降りていくと須藤が人力に乗ってきて。 玄関で小銭をシャフに払っているところだった。まあ、あなたですの誰かと思ったわ。絵画の座敷へ須藤を連れて行った。酔っているのか、ぷんと酒臭い息がしていた。床には白いボタンの花が生けてあった。はじめあつこは、牡丹の花粉の匂いかしらと思っていた。 いい家じゃないのそうでしょうかでも茶地な建物なんですよまるっきり勝社同然でいやなかなかこじんまりしてていい女中がぬるい茶を持ってきた蒸し暑いので敦子が障子を開けるとカエルの亡く音がいかにも田舎へ来たような想像しさで須藤はこれはいいなと言った 祖母も行ける口なので、やがてビールが出たり、酒が出たりして、祖母も須藤の来訪を喜んでいる様子だった。そしてその晩、須藤は祖母に勧められて、泊まっていった。客間にあつこが茅屋を釣りに行くと、須藤は床の間の小林古景の水墨の絵を釣ったって眺めていたが、後ろで、ちりちりと茅屋の観音音をさせて、 かやを釣っているあつこのひもへ伸びている白い腕をふいにつかんだ。あつこもそれがふいだったので嫌に落ち着いて何の気もなかった。二人は長い間の恋人同士のような堂々とした気持ちでいたのだ。一瞬のことだったが、あつこはかやを釣り終わってから初めて部屋の外で早い動機が打ち始めたのだった。 二人はそれからいろんなところで会った。須藤は厚子のお母さんやおばあさんに厚子をもらいに行くとも言っていた。お互いに一人者だし、まあ急がなくても、そのうち折を見て結婚式をしようと二人は話し合っていたのだ。須藤の二階住まいには炉が切ってあった。 絵画の主人が2階へ茶をたてに来てくれたりした秋になるまで厚子は須藤と楽しい思い出の数々を作った朝晩のないような勤め人なので夜更けて蓮塾の家へ訪ねてくることもあったが厚子には須藤が新聞記者だということがなんとなくうれしかったただ金持ちで 芸者を自由にしている男は、厚子は虫がすかない。秋になって、中耳炎も治り、初めて潰し島田に言って、厚子は須藤を驚かせてやろうと、新聞社へ電話をかけると、二三日休んでいるという返事だった。病気でもしているのかしらと、敦子が神田の須藤の下宿先へ行ってみると、あら ご一緒じゃなかったんですか。と、会課の女将さんがびっくりした表情で、二三日仙台へ遊びに行ってくるとお出かけになったのだと教えてくれた。仙台って、まあ、一人かしら。私は、厚子さんとお一緒だと思ったんですがね。敦子は二階へ上がってみた。たとえ何にしたところで、ちょっとも知らせないで、 身勝手な旅行をするなんてひどいと思いながら机や押し入れを開けると布団の上に紫ちりめんの風呂敷に包んだ小さい包みが目に入った敦子は不安な思いでそれを開いてみた女名前の手紙が実通ばかりと女の写真が2枚出てきた「おやこれは」。 ゆきはのじゃないの。あつこはガタガタ肩が震えてめまいがしそうだった。ゆきはがパラソルを持っている写真とゆきはを真ん中にして二三人の男があ子の家の気楽で写している写真と入っている。二三人の男の真ん中に須藤が目と眉の詰まった西洋人のような表情で済ましていた。 手紙はみんなからので急速に二人の間に交渉ができたらしく手紙の日付は七月の二十日過ぎから始まっていたどれもこれも須藤と会った後の本意ない別れが面々と書いてあるあんなに小説を読み待合の娘として生まれていてもさて男の心というものは 敦子はあきれかえってものが言えなかった。俗に言う男心と秋の空どころではない。敦子は座敷に突っ立ったままぼんやりしていた。ふふ、何が深海魚よだわ。敦子は赤坂の家へ行ってきはのことを女中に聞いてみた。今きちゃんいるのかしら ちょっと聞いてみましょう。女中がゆきはの家へ電話で聞いてくれた。ねえ、ゆきはさんは熱海へ遠出だそうです。って。え、熱海へ。23日熱海へ行っていないのだと聞くと飛んだ。仙台だったと。敦子はすぐそのまま熱海へ立っていった。2人を前にして。 言いたいただけのことを言って別れてくるこれが敦子の精い杯だったのだ敦子が熱海へ着いたのは夜だった停車場の前の土産物屋で電話を借りて有名なホテルや宿屋を片っ端から聞いてみた5回目にかけた玉の井に須藤が女連れで 本名で泊まっっているのが分かった。篤子はすぐ出かけていき海の見える狭い部屋を取って泊まった女中に少しばかり包んで須藤の部屋のことを聞いたがお酒ばかり召し上がっている二人連れというだけで雪はのことはあまりよく知っていなかった風呂を浴びて食事を済ませると篤子は手紙を書いて すぐ須藤が一人でやってきた。女中がふすまの外へ去っていっても、あつこは黙って遠いすに腰をかけていた。須藤はしばらくして、あつこの前の遠いすへ腰を下ろすと、いつ来たのと尋ねた。免費をひっかいてやろうと力んでいた気持ちが、 妙にあわあわしくなってきて、あつこは涙があふれそうだった。じっと見据えると、唇の辺が痩せていて、歯の黄色いのも癒やしく見える。私はこの人の目から上だけにほれていたのかもしれない。好きな弱みで、こんな貧弱なあごだったのを知らなかったのかと、あつこは、 ここまで須藤を追っかけてきた自分が愛しかったもういいのよ何がううん何でもないのこのまま私帰れるよく分かったね分かっていけなかったいやそうじゃない怒ってるんだろええどうしたらいい どうもしなくていいわ私引き下がりますよ。自分も偶然とはいえ久々で潰し島田に言ってきたことが須藤にはくすぐったい感じなんじゃないかと厚子は自分の髪形がとても嫌な気持ちだった「引き下がるなんて嫌だ」「嫌ったって私だって嫌よ」 あんな商売をしててたって私は今日まで正常潔白でその正常潔白もあなたに泥んこにされてしまえばもうこれ以上私の力みようもないし結構引き下がって私これからバカバカしい生活をするから息きがかりなんだよ引きずられてきたようなものだ。 何を言ってるのよ。ただちょっと会って駄目をしておきたかったのもういいのすっとしちゃったわ早くお部屋へ戻ってあげて今ごろは半七さんどこにどうしてだわまさか私が参加つだなんてうぬぼれやしないけどね君はすっとするかもしれないけど僕はすっとしないよ たたきつけるほど、ぶべつしてやろうと力んでいて、いろんな岩でものことをしゃべっているうちに、ふっとあつこは悲しくなった。正直に涙があふれてきた。あつこは、たもとで顔を覆うて、笑いだした。あはあは笑い声を立てて泣いていた。須藤が立ってきて、あつこを抱きかけたが、あつこは立ち上がって、 お,おいやだ嫌なにおいがするから寄りつかないで」と須藤の体を力任せに障子の方へ押し合ってしまった須藤は畳にゴロリと寝転がり1時間くらいもぼんやり天井を見ていたその日からおよそ20年余りの歳月がたっているのだ 須藤とユキ葉が結婚したことも聞いたし、ユキ葉と結婚していながら、時々芸者や職業婦人と浮気のようなことをしている風評も聞いた。厚子は二十七の時に世話をする人があって、野城の材木屋へ五歳で嫁いで行ったけれど、五年ほどいて別れてしまった。子供は一人もない。 たた二人の男しか知らなかったが、それでもあつこは千万人の男を知ったような、儚いものを男に感じていた。野城の嫁入り先の男は、子供が二人あって四十を過ぎた男だったが、宴会へ行っても旅行をしてもさっさと早めに戻ってくる賢人で、一日黙っていても平気だというような無口な男だった。 一度も喧嘩をすることもないし子供は二人とも男だったが二人とも人見知りをしない性質で楽園居をしたような伸び伸びした家庭だった別にどうしたこうしたという注文があるわけではなかったがつ子は東京へ戻りたくて仕方がなかったしこんな退屈な結婚生活を死ぬまでやっていくのは耐えられないことだと 中戸にも自分の気持ちを話して一年越しの話し合いで敦子は能代の家から東京へ戻ってきた敦子が三十になった時母が亡くなった母の保険で借金を始末してしまい待合も人に譲って敦子は熱海の先の畑に小さい別荘を買って 祖母と女中と三人暮らしになった。連雀の家は売ったところで大したこともないので、古くからいる女中を留守に置いて、畑と東京を行ったり来たりしていた。あ子が三十六になった時、須藤は新聞記者を辞めて、今は通俗小説を書いて暮らしているようだと友人に聞いた。読んでごらんなさいよ。 脇坂敦って名前なのちょっと面白いものを書いてるわよ。へえ脇坂敦読んでみましょうかね。早速本屋から取り寄せて読んだがどれもこれも芸者ので大したものではなかった。雪葉の若い時の面影がちらちらしているのでどの小説の主人公も ゆきはのような気がして憎らしかった。もうゆきはも三十二歳にはなっているはずなのに、ハたちの頃の若い妻を取ったゆきはの姿が浮かんでくる。あつこは四十になって初めて連雀の家を二足三門で売ってしまい、赤坂丹後町に小さい貸し家を借りて住んだ。のしろの子供が大きくなって。 大学へ行くようになり東京の下宿生活は心もとないからと子供の方から敦子を頼ってきて男の子二人とも敦子の二階へ下宿をするようになった兄は三田へ入り弟は明治学院へ入った能代の,の家では敦子の去った後野能代の近くの田舎から嫁をもらったそうで ア子のいた時と同じようなかもなし不可もなしの生活がずっと続いているようであった。男の子たちは二十歳と十七だったが、厚子にはどっちもかわいかった。中でも上の兄は面差しが妙に須藤に似ていて、厚子には楽しい気持ちだった。よく見ているとそんなに似ているのでもなかったけれど、 口の聞き方になんとなく須藤の癖があった。あるいは厚子は自分で似ているようにこじつけて考えているのかもしれない。その頃、新聞や雑誌で須藤の文明は上がっていたが、根が酒好きで怠け者と来ているので、厚子が四十過ぎた頃には、須藤の名はポツポツしか見られなかった。 あんなに口惜しい別れをした男だったけれど、厚子には最初の男であり、恋らしい恋であったせいか、寝ても覚めても、二十年近く、須藤の面影は忘れたことはなかった。もしも二人きりで会えたら、両手をついて、どうぞまた再び相戻ってくださいましと、頼んでもいいなんかと、そんな他愛のないことを考える時もあった。 椿を引っ掛けてやろうとか泣きつかれるまで泣いて取りすがってやろうとか須藤を思うさまざまな気持ちが浮きつ沈みつして厚子の生涯を今日まで追いさしてしまったと言ってもいい鏡に向かってああ随分私も年を取ったものだと思う時もないではなかったけれどさしあたり 好きな相手があるわけのものでもなく、まあ、二階の若い子供たちに、見苦しいおばさんだと言われたくない程度のおしゃれに怠けてしまって、このごろ、敦子は老眼鏡を買ってきて、読書をするようにもなっていた。5だんだん、ガラス窓が暗くなりかけてきている。子は ああ、「二十年一昔だわ」と椅子の向こうに見える須藤の抜け上がったような広い額をちらちらと見ていた「どこへ」あの人はさっき昨日会った女へ言うような口の聞き方だった「畑」とつれなく言い捨てたけれど二十年の恨みが凝り固まって「畑」とより言えなかった自分に 敦子は椅子の陰で苦笑するのだった。記者は横浜へ着いた。ベールのついた帽子をかぶった女はカラカラと窓を開けて大きい声でシュウマイを二箱買っている。敦子も男の子たちへシュウマイを買いたかったが須藤は横浜が来ても朝前として連れの男と話しているのでなんとなく立ちそびれて。 洋装の女の方をチラチラ眺めていた。妖装の女はシューマイの檻をすぐ風呂敷に包んでいた。その風呂敷の模様は自分もどこかでもらって覚えのある色合いで、あつこにはこんな風呂敷さえも何かの縁があり、人生は全く考えようによっては味わい深いものだと。 そこにあるハンカチを手探っていたあの人は新橋で降りるかもしれないあつこは東京駅までの切符を買っていたしひょいとしたら女中と息子たちが迎えに来ているかもわからないと思ったけれど自分も急に新橋で降りたくなった汽車は新橋へ着いたもう街には 灯火がキラキラついて C は暗くなりかけている。篤子はゆっくりと立ち上がった。心では大慌てに慌てていながら動作だけはいくやまかは越えてきたたくましい女の落ち着きぶりでゆっくりとコートを羽織りコートのひもを結んだ。須藤はもうブリッジの方へ出かかっている。 ちょっと帽子をつまんだだけの目の挨拶だったがその目は二十年の何かを語っているようにもとれたしまた妙にそっけないふうにも考えられた厚子は肩掛けを手に持つと四五人目の乗客の後からゆっくり新橋のホームへ降りていった須藤はすでに地下鉄の方の階段を降りるところだった 夜はかなり積もると見えて大きな雪がひひと降っている。あつこは人目がないならば走ってたもとをつかみたかった。そのくせ自分の足は規則正しく人と人との間の距離を正確に置いている。このまま別れてしまえばまたあの男とは虚空の彼方になってしまう。 子は階段へ一歩足を下ろしかけながらゆっくり肩掛けを肩に羽織った芯を入れて厚めな側髪にゆった前髪に雪が容赦なく降りかかってくる記者は動き始めた様相の女が仰向いて網棚から荷物を下ろしている姿が走ってゆく記者の窓に見えた 須藤は後ろも振り向かないで改札口を連れの男と出ている。厚子は何ということもなくその後ろ姿を見送り階段の上へよろよろと倒れそうなめまいを感じた。